こんにちは、体の枝10万円勝負です。今日は2021年の7月29日を5時間過ぎてしまいましたけども、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 141.28 ということで、まあまあかなという感じですね。はい、まあ相変わらず140円前後で動いてたんですけど、これ15本足なんですがね、ちょっと今その140円前後というところから抜き落としてる感じがしますよね。はい、こうどんどんね、こう上をこうちょっとトライしてるという感じですし、ここのね、どうだろう、10時間ぐらいですか、は少しずつね、こう高値切り上げてるという感じになってきてます。はい、日安ですとこんな感じですね。じわ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 と、上がってきてるんで、結構こういうふうにね、少しずつ上がってきてる、最後にボーンと跳ねることが多いような気がしますけどね。どうでしょうか。月末になるので月足もちょっと見てみます。はい、このような悲しい結果ですね。はい、陰線が、6月7月と続いてしまうのかなという感じですね。はい、ただまあこう下髭がこんなに並んでいて、まあ、ここはちょっと上髭の長いんですけどね。はい、まあこの感じだとね、次は上だぞっていう感じに見えますよね、この7月のこの形はね。はい、ではツイッターの方見ていきたいと思います。はい、まず W.M. さんっていうのかな、本日21時ライブ日本語翻訳してくれなんてとっても助かるので私は参加予定です。参加しましょうと、21時、合同ミートアップ東半球地域ということで、なんだそれということで私もちょっと覗いてみました。はい、ゆうたさんの、テレグラムね、ちょっと拝見してお伝えしたいんですけど、第1回東半球ミートアップにご参加いただいた皆様大変ありがとうございました。以下議事録というよりメモという感じですが、簡単に英語でシェアしましたということですけど、まず40人か50人ぐらいの東半球の方たちがね、集まって、で、本当にねまだ、非常に緩い状態でどんなことをやっていけばいいのかなという感じの話を少しずつしていきましょうという感じですね。はい、で、その後、やっぱりね、国というか地域ごとというか言葉が違うので、で言葉あるいは国ごとに少し集まって話しましょうということで、日本人の方たちだけでちょっと話をしたっていうところですかね。はい、東半球ミートアップ実施前に準備したいこと、東半球の体のコミュニティを一覧にして、そこに詳しい人たちは全て連絡を取ってみる、各国のコミュニティに投げる質問を考えてアンケートを取ってみたりして、各国のコミュニティ現状を把握するための情報を集める、各国で独自に動いている体の関係のプロジェクトなどを一覧にして伝えてもらう、そして東半球ミートアップでプレゼンできるという、特に SPO の人たちが活発である傾向であるため、各国の SPO たちにリーチし、そのコミュニティを作るとミートアップの告知や参加率が向上となりやすいように思える、対面でやらないと難しいという機会に弱い人たちもいるため、コロナが収束したらオフラインの場も考える、セーフティー・イン・ナンバーズ・ラングバサダープロジェクト・アフリカはじめいろんな言語をやると連携したい、これはいろんな、もうすでにね、各国で言葉が違うことに対して解決しようというプロジェクトなので、そこと連携していくといいなということですね。数カ国が一気に取り入り乱れて、会話が難しいため、チャットかフォーラムも活用する。フォーラムは言語で分かれているが、言語にこだわらず、利用できるトピックを作るなど、同時通訳の可能性を検討する。同時通訳のテクノロジーや翻訳者活用と。で、東半球ミートアップ実施の方法についてですね、代表者を各国別に立てて代表者ベースで、共有する、代表者の決め方は各国別ミートアップで決める、今の方法でひとまず続けてみると、その他の意見ですね、カタリストの進捗共有などの部分が日本で足りていない、技術コンテンツも増やしていきたい、他のコミュニティの何を知りたいのか、どんな提案なら投票しやすいか、どんなプールの選び方をしているのか、カタリスト、コントラクト、スマートコントラクト、ダプス、アフリカや日本での採用やユースケース、もしアフリカや日本関連の提案があったら投票したい、評価の数などはかなり見ている、かなり複雑、できれば投票委任制度が欲しい、日本語説明などがあれば積極的にその提案に
投票する可能性があると。ステーキングマルチアセット、日本コミュニティを意識しているプールは、委任されやすいマルチアセットを最初 UTX をどうにかしたい。規制や法律、日本では正直動きづらいので、それらが改良されるように、規制機関に好印象を持ってもらえるように、吉野川市などの採用事例を増やしたい。他のコミュニティにエキスポ、吉野川ギルド、コインオタク、R さんの本、市川さん、一佐さん、リジスパック等の日本で動いているコミュニティを伝えていきたいと。はい、最後、下に詳細がありますけどね、まあ、そちらちょっと割愛しますが、先ほど申し上げたように、40人ぐらいのうち10人ぐらいが日本人だったような気がしますけど、はい、これからまた増えていくと思いますし、まだ非常に緩いのでね、これから参加して、いろいろ意見を出したり、意見交換したりできると、してもらえるといいかなと思います。はい、次、インプット、アウトプットですけど、アワレギュラーマンスリー、カード360ショー、トゥデイということで、これも動画で1時間10分ぐらいの動画になって出てますね。はい、このように、ね、ジュライ2021ということで出てます。で、ここに概要出てるんで、ちょっとこれを日本語にしたので、ちょっとご覧ください。はい、7月のカルダの360へようこそ、グローバルな、2021サミット5限エディションの発表と、まあ、サミットが9月にありますのでね、はい、そちらの話みたいですね。はい、で、こちらがアロンゾコール、ロールアウト写真の状況ですね。アロンゾ、スマートコントラクトのアップデートですね。はい、で、教育チーム活動、で、Cファンドの紹介と、どこだったかな。その次、カルダナオファウンデーションの新しい開発ポータル、ジョーコナとこちらのアフリカのニュースで、こちらチャールさん、ここね、チャールさんが出てる、まあ、録画ですけどね、ワールドモバイルの、インタビュー3人で話されている動画ですね。で、こちらカルダナコミュニティの成長に関する報告で、プロジェクトカタリストのアップデートで、プロジェクトカタリストの資金から資金を獲得した最新プロジェクトの紹介ということですね。はい、で、この中でコミュニティの成長とかいうところかな、特に新しい、日本だと宮武さんとかで活動されてますけど、やっぱり、中枢になる人が、何か入ってきたよみたいな話もところどころあったような気がします。で、あと私が気になったのは、プロジェクトカタリストですね。カタリストで、自分のやってるプロジェクトを紹介してる方が何かいらしたんですけど、はい、いろんな国のいろんな役割の方がね、まあ、いらっしゃる、いろんなカタリストであの方がいらっしゃるんですけど、中国の方がね、いてね、カルダノの、まあ、中国語でいろいろ紹介したり、コミュニティやってるんですけど、って言ってましたけど、まあ、ここら辺見るとね、全部カルダノの、マークになってて、すごい方だなと思うんですけど、やっぱり中国の情報ってあまり私拾ったことがないので非常に新鮮だったなと思いますし、さっき の東半球ので中国の方が、あまりいなかったような感じがするので、やっぱ中国がね、カルダノどうなっていくかっていうのは、結構これからの、まあ、ワールドワイドで見た時、まあ、今アフリカですけど、東半球って見た時はやっぱり中国がどうなるかっていうのが非常に大きいと思うので、ちょっと中国もこれから注目かなと思いましたので、ちょっとお伝えしました。はい、ビットタイムスです。 SEBC ビットコインの相談窓口実店舗を渋谷道玄坂に8月オープンということですね。はい、はい、結構行ってみたら面白いですね。なんか地下鉄の入り口みたいになってますけど、はい、こちら暗号資産取引所を運営しているサクラエクスチェンジビットコイン SEBC は、7月28日に暗号資産投資に関するさまざまな困りごとについて対面で、無料相談できるビットコイン相談窓口を8月中に道玄坂にオープンすることを発表しましたということですね。はい、ちょっと全文は読みませんが、まあ、道玄坂をお調べいただければいいかなと思いますけど、はい、面白いですね。ただ、サクラエクスチェンジと日本の取引所なので、まあ、ADA をね、おすすめしてくれることはないだろうなと私は思いますけど、ただ、非常にね、いい試みかなと思いますね。はい、東京行った時にね、絶対寄ります。はい、では値段に戻りまして、141.84 ですね。14,012.9×141.84
0.84 で元本が10万円ですので、計算しますと188万7589円のプラスということです。今日もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。